はい、皆さんこんにちは。ナショナルジオグラフィックニュースの時間がやってまいりました。ナショナルニュースですね。はい、今回もですね、やはりどうしても星の話がどうしても出てしまうんですけども、本当はね、もうあの星以外のものをやりたいんですが、どうしてもね、なんていうんですかね、マービンというんですか、に続け各国の火星で探査計画というのがありまして、この話を、ここでやってみようと思ってます。こう記事が多いんでね、これは現実的に動いている話ですから、あんまりナショナルジオ の一番いい加減な部分が出てこないのでね、本当に私が火星好きというのがありますよね。でも私は火星に行きたいなんて全然思ったことないんです。やっぱり環境のいいカリフォルニアのハリウッドが好きなんで、火星は私は遠慮しようかなという感じで続けておりますけども、早速ですね、このマービンに続け各国の火星探査計画という話をね、今日もしてみたいと思います。話がちょっと面倒くさく難しくなりそうなので、ミュウちゃん今日さよならしまして、私一人で、実質からお送りしますね。それでは、行ってみたいと思います。皆様に、楽しみください。はい、よろしくどうということでございまして、ナショナルニュースでございます。じゃあちょっと記事を読みましょう。はい、火星は混雑した場所になろうとしていると。NASA の新しい、新たなですね、探査衛星機が、米国時間9月21日に火星の軌道に入り、そのすぐ後にインド発の惑星探査機、さらには水星が到着すると、この時期にみんな集まるということですね。以降も様々な国が火星を目指す新たな宇宙開発競争の参加者として名乗りを上げているということです。はい。さあ、そして、NASA のマーベイですか？マーズ、なんだろう。アトモスフィア、マーズアトモスフィア&ボライゼンがいいかな、まあ、エブリション、よくわかりません、ミッションは、マーベイですね、10ヶ月に及ぶ旅を経て、米国時間の21日に火星の軌道に入る予定ですということです。もう入りましたね、これね。これはもう塔に入ったということです。この、6億7001万ドルを投じたミッションのほか、 NASA はすでに火星探査、表面に探査車ですか、2機と周回軌道上に、探査機と同じく 2機を送り込んでおり、さらに欧州宇宙機関の ESA の火星探査、機衛星のマーズエクスプレスも稼働中であると。まあすごいですね、これだけでとにかく今火星がラッシュになっているということですね。そしてこの後も多くの国が火星のミッションを研究というかね、計画または検討しているということです。さらに宇宙起業家として知られているスペース X 社のイーロン・マスクさんという人がいまして、火星に移民を送る構想を抱いていると、要するに宇宙開発を行っている主な国の全てが火星ロボット探査または、人間も行くとかね、を実施し予定しているか検討しているということだということでございます。はい、そういうことを宇宙アナリストがマーシャ・スミスさんという人は述べているところなんですね。でなぜ火星なのかと、基本的に全ての探査機は、火星に生命が存在するか否かで焦点を、にしているように思えるんだと、ワシントン DC やスミソニアン協会の国立宇宙科学博物館で宇宙史を研究するロジャー・ローニアス氏は述べると。はい、過去数十年の間、探査の目的は火星人を見つけるものということね。単に火星が遠い過去の、生命、移住過存の惑星だった証拠を見つけることへと変化しているものと、火星に生命が存在するという我々には、そういうような思いを完全に捨てたわけじゃないとロニアスは述べているところですね。はい、続いて火星への襲来。マーベイの目的は40億年以上前に高温多湿の惑星だった火星が現在の低温で乾燥した砂漠と変化した過程を明らかにすることだということですね。現在の火星は地球のわずか 0.6% という薄い大気しかないと、水素などの軽い気体が空中宇宙機関へ流れ出す、なんていうかね、三面率っていうのかね、を測定することで、マーベイの火星大気の、歴史をたどる手がかりを提供するということですね。またマーベイについて、インドのマーズオービターミッション、MOM ですね、これが9月24日に火星に到着する予定ですと。もう今これ到着したということですよ。はい、インドの宇宙、研究所の ISRO は7300万ドルを投じ、MOM について状態はすこぶる良好、先ごろ、ツイッターで報告し、同探査機を火星の周回軌道に到着させるためのエンジンを噴射の準備は整っていると。もうということはもうこれ整ったんでしょうね。これまで火星の軌道には探査機を送ることに成功したのはアメリカと欧州およびロシアの宇宙、機関だけであり、成功すればインドはそうした数少ない仲間入りを果たすことになるだろう。これインドってのは案外この IT だけじゃなくて相当の技術持ってるんですよ。
ただ、まあ、どうしても、ね、中国の方がすごく思われるんですけども、実は持ってまして、ミサイルもちろん当然核物質も持ってるわけですから、十分に可能性ありますね、はい、新たな探査機2機が、運用開始になる一方で、直後の10月19日には、サイディングスプリング彗星ですよ、これが、ね、火星に大接近する見通しだと。その際火星との距離は13万2千キロと地球から月までの約3分の1ほどしかないってことです。また彗星が、引く、塵の方は時速20万キロで移動しており、これはすごいですよね。探査機にまあそうですね、被害が及ぶ恐れがあるため、 NASA は彗星が接近する際に全ての探査機が火星の影に隠れるように調整する計画を、これもすごいですね、明らかにしていると。しかし通信後は探査機にとって彗星が火星の大気に及ぼす影響を間近で観測する機会となるはずだと。これその昔にですね、ハレー彗星が日本じゃないか、地球にね来た時に、やっぱりハリー彗星の尾が地球をかすめたんですよ。ところがやっぱり尾よりも地球の大気の方が全然すごくて吹っ飛ばしちゃったっていう有名な話がありまして、これが今回は直接照らされるのかどうかってところが興味ありますね。はい、続いて火星年代記ってのがありまして、火星では他にも探査すべきものが山ほどあると、火星表面では NASA の火星探査、車キュリオンシティが2年にわたる移動の末に、いよいよ同ミッション真の目的地アイオリス3かっこシャープ3って書いてありますね、の麓に到達したと。そこでの分析は火星がかって生命、移住可能な環境を有したかどうかを判断する上で過去最高の手掛かりになると見られていると。これ実を言うとね、地層が全部むき出しになっている断層上なんで、年代ごとに見れるということなんでしょうね。はい、続いていってみたいと思います。一方で同じく NASA の火星探査インサイトとロシアがと ESA ですね、これヨーロッパですね、の協力で進めているエクソマーズトレースガスオービター、はい、が2016年に火星に到着する予定であると。インサイトは火星表面を採掘して地震活動や地熱の痕跡を探る、はい、まあ、これは火山活動があったかどうか もちろんあったんですけどね。また2018年以降もさらなる探査車が火星に到着する予定だと。 ESA は同年、再びロシアと協力のしたエクソマーズローパーっていうんですかね、これエクソマーズなんか変ですね、を打ち上げる予定で、同探査車はキリオンシティと同じく火星にかって有機物、有機化学物質が存在した痕跡を探すということですね。さらに2020年、これはオリンピックの年ですよ、はい、NASA の、探査車マーズ2020が打ち上げ予定であると、はい、同探査機はキリオンシティの成果を元に改善されたサンプル採集技術を駆使し、キリオンシティとは別の場所で火星がかって生命移住可能な環境だったかどうかの痕跡を調査するところですね。で、宇宙のグローバル化という記事がありまして、冷戦時代米国とソ連との間で月面着陸競争が繰り広げられたことと同時に、現在はアジアで複数の宇宙開発競争が同時進行していると、オーストラリア、シモンストンにあるオーストラリア地球科学機構の国立地球研究グループに属するシェモフ・キングウェルス氏は、6月のスペースポリシーという雑誌ですね、これね、で述べていると。例えば中国と日本などアジアの新興国と以前から宇宙開発を行っている国との間の緊張感がかっての、アメリカとソビエトのように今後の宇宙探査を、推進する可能性をキングウェル氏は、見ているということなんでしょうね。まあ、これは実際問題ね、中国と日本というのは、まあ昔からそういうのもありますけど、日本はすでに、ね、これ元から出遅れたというのがミサイルとかそういうのの、ね、開発技術というものを一時凍結していたことがあったので、宇宙開発はちょっと遅かったんですよね。まあ、アメリカ主導で今はなし崩しになんかその自動制御装置できてますけど、本当はいいのかどうかちょっと不思議なところですね。さあ、そして明らかになっている国別の企画としては、例えば6月の中国科学院の、これ応用白猿というのかな、氏が、中国その人ですね、中国が2020年までに火星に探査車を着陸させる計画だと発信していると。中国は2013年に探査車の玉兎という、探査車を月面に着陸させることに成功したと。玉兎号は今なお地球との無線通信を維持しているが、機械が故障して以来それ以外の面でほとんど活動停止されて、壊れちゃうんだろうね、中国製でいいんだからね、とにかくいろんなことがありまして、また日本は5月末に2030年以降の長期的な宇宙計画に火星探査の目標を追加したということですね。日本の宇宙機関の一部資料ではこの計画をプラネット X と称していると。これまた映画になりそうですね。で、まあ、その後もね、ロシアとかいろんな話がありましてね、まあ、これ、まあ、火星に対する今度また政治が出てくると、ここはもちろん、月よりももっと自由力があるだけでなくて、いろんな意味で、生活環境としては多分やりやすいんでしょう。だから、そういう意味では、
月よりも可能性があるということを思ったらいいでしょうね。だから我々がこれを見るときには、果たして今後の宇宙活動というのは、まだまだこれ日々続くんですけど、火星を中心に展開していくのが、まあ、しょうがないのかな。月はね、多分ね、もう終わってるんだと思うんですよね。ということで、いろいろお話ししましたけど、また今度どんな話になるか分かりません。また来週ということで、お送りさせて、さようなら。この番組は、あなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。